はめはめどうもこんにちは。いやーびっくりしました。ここに出てきてこんなに大勢いらっしゃるとは思ってなかったんです。で皆さんご覧になったんですよね、もう作品をね。素晴らしかったでしょ。私この録音が終わった時にすぐ言ったんですよ。今までで一番面白いって、一番良かったような気がするので、皆さんに愛されると思っておりますのでよろしくお願いします。今こここの場所に立てていることを大変、興奮をしております。あまたのドラゴンボールファンの皆さん、そしてたくさんの方々にこの映画をご覧いただいて楽しんで喜んでいただけたらなと願っております。ブロリーは燃えました。過呼吸になるほど燃えました。もうすでに楽しんでいただけていると思います。今回久しぶりに、カカロット真子さんとフュージョンをいたしましてですね、一緒に戦わせていただきました。本当に久々のフュージョンなんで僕もすごく興奮して、かつ楽しくできることが非常に幸福だったと思います。ぜひぜひ、皆さんも一緒にフュージョンしながら楽しんでいただければと思います。こんにちは、フリーザー役の中尾隆生です。去年に引き続きといいますか、この前に引き続き復活をさせていただきまして、輪っかも取れて、今回は初めて、あ、フリーザーはこんなことを望んでいたんだという、私もびっくりでしたが、そんなあの秘密のことがたくさんあります。とっても素晴らしい作品だと思います。一人でも多くの方に見ていただけたらと思っております。もう25年の時を超えてブロリーが劇場に帰ってきたと、はい、いうことになりますけれども、それもタイトルがついてということでございます。はい、ブロリーがドラゴンボールに再び参戦したお気持ち、お聞かせいただけますでしょうか。とにかく大変あの興奮しっぱなしずっと続いてるんですけれども、はい、それと同時にあの新たなドラマが生まれたんではないかなというふうに思ってるんです。うん、はい、あの今までのブロリーっていうのは戦闘民族サイヤ人の誇りにかけてもう様々な戦いをやってきたんですけれども、今作品ではあの青年ブロリーのピュアな部分を含めたいろんなシーンが紡がれていますので、その戦いのシーンと別のブロリーのピュアな部分、その2つの面を楽しんで見ていただければというふうに思っております。あの先ほど過呼吸になったなんてお話されましたけども、はいはい、どんな感じにこうなるんですか。あのとにかくものすごい、あのご覧になってお分かりかと思うんですが、早いんですね。あの殴ったと思ったらすぐやられてるから逃げるんで、もうとにかくそのっていうのがもう3分5分続くわけですよ。はい、それでは、あまりにも早すぎますので、わからないから攻めるのは赤い鉛筆で、やられるのは青い鉛筆でっていうふうにやってたんですけど、やっぱりそれやっても下向くとわからなくなっていくぐらい、はあ、もうすぐ来るわけですよね、次が。戦いばっかりって、私セリフ言ったかしらって終わった時にそのくらい戦って野沢さんどうなるんですか。バーッと、もうすごいです。私もうこんな格好ではできません。もう絶対こういうです。ズワーッですよ。あ、はい、戦いのポーズで、はい、戦いで。今度オリンピック東京でやりますよね。はいはい、東京でやりますので、私としましては仲間からも盛り上がったんですけど、うん、聖火がありますね。はい、聖火を悟空が灯したいんです。お、はーでブワッと、そうすると世界中の方が見てて喜んでいただけるんではないかなと思いましたね。ということは聖火の最終走者になるということですか。走者は走れないちょっと車かなんかで、車かなんかで移動して待っていまして、はい、私の代わりを誰か走っていただいて。なるほど、はい、はい、そういう夢もね、はい、膨らみますね。はい、はい、